さすが米の達人。米で中の服だけを切り、エプロンには傷一つつけないとは。それどういう仕組み？これでバッチリデビス。よし、こうなったらおでん人を呼び出すぞ。確かにおでん人は料理上手デビス。メダルは無事にさせてくれ。テンパルンパ。っておでん人じゃないじゃん。ここはどこなのだ。こいつは妖怪テンパルンバ。いつも焦りが頂点に達している妖怪デミス。どこなのだ。まずいよ、テンパルンバとテンテコマイが一緒になったら。落ち着いてください。すみませんが、オイラあなたのメダルを間違えてケータのお家に入れちゃったんです。だからどうかお帰りください。そうなのだ。はい、帰り道は分かりますよね。分かるのだ。すごいよ、テンテコマイ。今全然テンテコマってなかった。言われてみれば。自分より焦ってる妖怪を見るとかえって冷静になるってやつですかね。おいら、今ならいける気がする。よし、できた。ケータ君やればできるんだね。ふみちゃん、ケータ、おかげでオイラ変わることができた。ありがとう。まあ偶然ですけどね。これあげる。ありがとう。またね。いただきます。いよいよふみちゃんの手料理が食べられる。うわぁ、道に迷ったのだ。さすがテンパリの達人。自ら服を脱がせエプロン一枚にするとは。ダメだこりゃ。次行ってみよう。